8月22日葛西駅西葛西駅船堀駅で第50回環境を良くする運動葛西地区大会が行われました。この活動は環境を良くする葛西地区協議会が設立された昭和45年以降継続して行われ、今回50回の節目を迎えました。環境を良くする運動葛西地区大会、大勢ご参加いただきまして誠にありがとうございます。実践活動を通じてですね、環境問題を考えていただく、あるいは関心を持っていただく、そんなところから始まったところでございます。そしてですね、心は一つなんですね。この葛西を良くしよう、その一点で、この大会、盛り上げてもらいたいと思います。コミュニティに強い町は犯罪に強い町というふうに言われているところでもございます。この葛西地区は自分たちの手で良くしていこうという皆さんの心意気、そしてここにおいでになる全ての皆様のお力でどんどん江戸川区が住みよい町になってきているところでございます。私たち行政もですね、負けずに葛西地区良くしていこうということで一生懸命頑張りますので、よろしくお願いいたします。参加されたおよそ680人の皆さんは、会場となった3つの駅前で駅周辺の清掃に加え、喫煙のマナーアップや自転車盗難防止の呼びかけなど、葛西地区のさらなる環境の向上を目指して様々な活動を行いました。皆様ご参加いただきましてありがとうございます。快適な街、安心な街を作るために皆様と一緒に今日これからも地域みんなで力を合わせて安全で快適な住みよい街づくりを進めていきましょう。